こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。今日は中国製の偽物を販売していると疑われたらというお話です。たまにね、Amazon のガイドラインを守っていれば、Amazon 削除、ね、あるいは、サスペンドされることはありませんというような、記述を見かけます。これもっともらしいけどね、実際はそうじゃないです。間違った情報です。ガイドラインを読んで守れば、アカウントの削除がないならですね、簡単なんですが、そういうわけでもないです。で、こういうね、英文のメールが来ることがあります。これね、中身は、あなた偽物を売ってるとクレームがついたんで、その商品はもう売らせませんというメールです。で、これ実際ね、本当に偽物を売ってると確信して処分してるわけじゃなくてですね、クレームがあって疑わしかったらその出品者の出品を止めろというような運営がされています。これどういうことかというとですね、メイドインチャイナと書いてあるのは偽物だというのがね、割と世界共通の認識です。そんなことを言ったらね、何でも偽物になっちゃうんじゃないかという反論もあるでしょうけど、現に中国ではメイドイン PRC というですね、表示を使ってます。これどういうことかというとですね、メイドインチャイナというのがコピー商品とか粗悪品、そういうのを代名詞だってなんですね、中国の方もよくわかっているんで、代わりに、PRC という中国の別名、正式名称ね、を使っているというのがね、今から3、4年前からもうこれ実施されてます。で、これはアメリカのね、ヤフー知恵袋みたいなね、みたいというか、ヤフー知恵袋のアメリカ版で、メイドインチャイナと聞いて何を浮かべるかと質問してる人がいました。その中でね、いろいろ答えてる中の、偽物だというような、意見だと、コピー買う価値なしとかね、ひどい方だとゴミというような、もうこういうふうにもう浸透してるんですね。中国人自らが、メイドインチャイナじゃなくても、ルイ・ヴィトンとかね、エルメス、あるいはコーチですら、中国に店舗があるってことは偽物を売ってる可能性があると。ね、逆に友達とかね、誰かにプレゼントするときに、中国の店舗で買ったルイ・ヴィトンですっていうのは恥ずかしいと。日本で買ったとかね、パリで買った、あるいはニューヨークで買ったと言って渡したい。中国製のブランドものなんてね、恥ずかしくて買えないというような意識もあります。そんなのもあってね、ルイ・ヴィトン、売れてるはずなのに、肝心の中国では売れないというので、撤退が相次いでます。これね、極端な話でも嫌味でも、何でもなくて、実際問題、Amazon のサポートしてる人も、商品が悪いのが届いたと。で、さらにその商品ね、表示が日本製のおもちゃなのに、メイドインチャイナと書いてあるということになれば、そういう形で、なるほど、偽物かもしれませんねという処分がされるということがあります。この対策はですね、単純ではないんで、ケースバイケースで、サポートしてますけど、こういうこともあるというのを覚えておいてください。だから、もともとね、メイドインチャイナと書いてあるのを、日本製だから本物だと言って証明するのはかなり困難です。それをやるのか、あるいはね、疑われないような商品を扱うのか、疑われにくい商品を扱った方がやっぱ簡単なんでですね、ガイドラインを守っていても、アカウントサスペンド、あるいは削除されるリスクの一つとして、メイドインチャイナというのが書いてあるというクレームがきっかけになるということを覚えておいてください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。